今回は50歳からの死に方残り30年の生き方を紹介しますサラリーマンならそろそろ先が見えてくる50代脱サラして転身起業するにせよ定年まで勤め上げるにせよこの時期に第二の人生を考えて行動するかしないかでその先は決まる残りあと○○年をどう生きるかは どう死んでいくかに直結する中高年が直面する現実と葛藤を漫画を通して描いてきた著者が逆転の発想満載で送る人生の指南書平均余命を把握するその上で夢でなく目標を立てる期限を区切って引き算で考えるそのことによって自分なりに充実した人生を送ることができる56歳の自分にとって。 老いや死が視界に入ってきた今、逃げないで考えるべきことがはっきりし、とても有益な本でした。以上、興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。